ペネロープ・シーレンは、南アフリカ連邦の元モデル、女優。ミスワールド1958として知られる。1940年4月15日、父、ヘンリー・ワルター・コエランと、母、ジョイス・エルシーの元英国サリー・カウンティス・ペルソーン・バラ・シェパートンに生まれる。ダーバンに育つ。ダーバン・ガールズ、ハイスクール卒業。ダーバンで秘書として働いていた1958年。 ミスワールド1958に出場。タレント部門でピアノを披露し、優勝。南アフリカ代表として、初。この時着ていた、イブニングガウンをデザインしたバーサ・フィスターは、彼女について、ペギーは楽しくて礼儀正しいな人。普段ほとんどお化粧をしない。真面目な人で一緒に仕事をするのは楽とコメントしている。 1958年11月28日、テレビ番組ツーテルザ・トゥルースに出演。2014年12月24日、ミスワールド2014で、南アフリカ代表のローリン・シュトラウスが優勝するが、家族がラグビーの試合を見ていたため決勝と表彰式は見逃した。メディアの取材に対し、彼女が南アフリカにタイトルを持ち帰ったことを、本当に誇りに思いますとコメント。 所属事務所もなく、専門的な助言を知ってくれる人もいなかった自らの、若い頃を帰り見、キャリア形成に大きく関与する、契約書は細かいところまで目を通すようにロリンにアドバイスしている。ローザ・ペニー、コエランというバラがある。南アフリカに戻り、ナタール州出身の裕福なサトウキビ農家、ミヒエル・ミッキー・レイと結婚。ペネロープ・コエラン・レイとなる。5人の息子を育てる。 美容サロンを経営する傍ら講演活動を行う。2019年夫死去。ありがとうございます。